大座布団を巻いてやる。巨大座布団、巨大座布団待ってるには結構すごい良かったですね。でも寒かったですね。いやでもたっぷり寝たね。結構たっぷり寝たね。でこの前の和歌山の潮の岬ほど早くないんでね、全然ね。健康的な時間なんでね。はい。どうしたの？なんかあの辺の磯でするらしいですよ。というわけでやってきました、北海道。うわ、カモメ島ですね。男子じゃないですよ。ということで第2の磯釣り修行基地ということでね、すごいね、今気候がいいんですよ。ちょうどいいぐらいですよね。で風もあって飛ばされんようにって言って今後ろにかぶってますけど、なんで、で岩場もいいし、すごい環境もいい。ただ人がいないっていうところが大丈夫なの気がするんですけども、とりあえず今日の目的はね、巨大座布団、大きいものでったら10キロぐらいあるとね。さっき釣り具屋さんで見せてもらったやつでは何センチだっけ、100センチぐらい、それぐらいの巨大座布団が釣れると俺が伝えますよ、ほんまにね。やったらね、巨大座布団待ってるよ。初めて見る仕掛けですけども、何ですかこれ。今回ね、源さんちょっと挑戦してもらおうと思ってるのは、うん、前回は深瀬釣りっていうものを、まあ、挑戦したんですが、はいはい、今回はね、投げ釣りと。投げ釣り、はい、おそらく初めてだと思うんですけど、うんうん、これあのジェット天秤っていうんですけども、ジェット天秤、この、まあ、キラキラとついてると思うんですけども、うん、これでまあ、カレーとか、まあ、この時期って脂子ですかね、そういう興味を引かすところです。なるほど。で今回の餌は、虫餌。虫餌。皆さんの苦手なニョロニョロ系ですね。あ、痛い。大丈夫？あ、痛い痛い痛い。そうだった？あ、痛い痛い痛い。あ、痛い痛い。流血流血、はい、動いてるし、うわ気持ち悪い。じゃあ健さん、これ、はい、青磯目ですね。青磯目、はい、っていう、ミミズではない。ミミズではないですね。こいつ噛むんで聞いてくださいね。え？ほら、うん、これ結構痛いんでね。ほう。聞いてください。はい、でここにね、うん、口にあると思うんですけど、これ針をね、ここにこう突き刺して、うん、でこう針に沿わして落としていくと。なるほど。簡単でしょ。まあまあ、はい、でも噛まれそうなのが嫌やな。怖いな。ちょっとなるべく遠くに投げるイメージで。はい。いますよ、じゃあ。おお。まあ仕掛けが沈んでいってると。うん。だからほら止まるんで。うん。止まったら起こすと。なるほど。その間こう糸がたるんでるじゃないですか、うん、でこのピーンと張るためにちょっとだけ巻く。なるほど。魚が来れば、竿先がピクピクと揺れるんで、うん、さあ巻いてみましょうか。座布団がかかっているか。
お、なんか引っかかってる。重いですか？うん、重いですよこれ。ちょっと巻いて。引っかかってる。あ、根がかいた。小さいやつで、サブのやつで棚を調べてくれてます。さっきから根がかりがね、2回ぐらいはもうすでにあったんで。どうなんすかマスター、ちょっと潜ってどうなってるか見てもらっていいですかね。 OK です。アジオ体操から。あんたが潜れや。ちょっとあれですね、リハビリが必要ですね。リハビリが必要。長いことずっと人孤独やったから。ああ、ちょっと操作したのはあんたたちでしょうか。あ、ちゃうわ、俺か、俺のせいか。これ大丈夫なんですか。気配がないですね魚の。うん、ちょっとね、根っこが多いな。ちょっとなんか ピタって止まるところがあると思うんですよ、うん、なんか、あ、ちょっと糸吹けとったなっていう感じが。この辺ですか。そんななんかこう、ちょっとずつ巻いていったりとか、うん、しながら、ま、止めたり巻いたりとかして。なるほど。引っかかってるか引っかかってへんかってチェックしながら。僕でもオフェンスハース、どちらかというと。そうなんですか。オフェンス何に対して。オフェンスしてる方がなんか楽しくなってくるんで、うん、それパチンコもそうです。スロットも、まあ、あのナイトの方もね。攻められたらすぐ 点取られちゃうんで。攻めないとね、こっちが攻めないと試合になれへんっていう。おいおい、おおおお、完全に魚影じゃないですか。あ、しかもあれ座布団ケースやん。でかいな結構。ちょっと待って取れてますよこれ。あ、マジで。取ろ。あら、え、あれ噛まれたんじゃん、あいつに。いや、ここまでは噛まない。マジや、マジか。来ましたね、完全にこう、そこから映ってなかったかもしれんけど、そこからほんま手前の方、うんって横に。あれっすよ、あの沖縄スリーのあのマリーモードのあの魚影予告みたいな感じで、うんうんうん、ほんまに結構大きかったね。うん、でもさっきほんまにね、おったからね、魚影はあったからね、ほんまにちゃんと釣りさえすれば全然釣れる可能性はあると思うんで。で、前回みたいにいきなりね、潮の流れが変わってってこともあるわけでしょ。そうですね。ね、まだね、結構前向きですよ。じゃあ、ケンさん、はい、ちょっと投げ釣りの方が、うん、ちょっとここのちょっと条件的にね、うん、今ちょっと根がかりが頻発してちょっと厳しい状況なんで、うん、ただまあさっきも言ったようにちょっと魚影見えたじゃないですか、うん、だからまあちょっと一回ここで粘ってみたいなっていうところもあるんで、うん、ちょっと一回浮き釣りで、うん、ヒラメ、はい、カレーっていうのをまあちょっと狙ってみようかなと、うん、なるべくそこギリギリにまあ棚を合わせてるんで、うん、いけるかなと、うん、でその特にヒラメに関しては魚が主食なんですけど、はい、まあ、浮いてきたりとかする場合もあるんで。なるほど。ちょっと浮き釣りで一回ちょっと様子見ながら釣っていけたかなと、はい、もしかしたらまあまあ座布団じゃないけど違う魚が釣れる可能性もあるんで、うん、ちょっと一回やってみましょう。はい、やっていくぜ。はい、これ完全に魚影見えるから今多分これ釣れへんやなって感じする。ひらめき、座布団来たら分かるでしょ、多分、おそらく。はい、でも浮きは、針はまだ全然下ですよ。うん、ああ、そっか。じゃあもう魚影が見えへんところでおる可能性はあるってこと。はい。うん、おお、いっぱい来た。めっちゃ群れ来た、今。分かってることは、あれですからね、やっぱこう、小魚とかそういうね、予兆があってこそ、このね、大物が釣れるっていうのがあると思うんでね。今ちょっと小魚の群れが、通ったっていうのはやっぱりいい吉兆やと思うんでね。もっとこうね、上まで。あ、そのもんですね。
こんなもんだ。ちょっと長いんで真ん中ぐらい。これが半年前の北海道とは大違いですね。ほんまやね。むしろ今までで一番環境いいんちゃうかぐらいのレベルですよね、今ね。環境というか、その気候的な環境はね、魚が釣れるかどうかって言ったら微妙ですけどね。いまだヒットないからね。あかんなぁ。どこにおるんや、座布団は。俺の座布団はどこにあるんや。じゃあ、いるんや。あの、思い出の帽子がもしかしたら眠ってるかもしれないですね。いや、もしかしたらまた北海道に帰ってきてるかもしれない、もしかしたら。逆にね。北海道から北海道から神戸のとこに、神戸じゃないわ、兵庫か、そこに。ゲンさん。はい。結構あの後ろのね、あの水のところ結構小魚多いですよ。魚おるね。魚が来てますよ。なんかこう池みたいになってるとこでしょ。ちなみに、うん、ヒラメは小魚が大好物です、うん、あ、そうなの。そうですね、小魚を餌にヒラメを釣ると結構高確率で釣れやすい。ほう。ああ、そういう釣り方もあるんですか。そうですね。いや、それだったら、そこ捕まえたらいいじゃないですか。じゃあ誰が捕まえるんですか。俺でしょう。すっごい水透き取ってるね。すごいね。どの辺におるの。さっきおったよね。怖い。すごいっすよね、この森のようなこの草。ちなみに釣り師は、まあまあその大体餌は、釣り具屋さんで買うっていうのがまあまあ常識なんですけども、はいはいはい、結構その現地で餌を取るっていうのが多いですよね。なるほどなるほど。例えば、貝とか、うん、カニ、うん、で小魚、うん、で船虫とか、うん、そんなんも餌にしてしまって、うん、捕まえるみたいな、ね、なるほどなるほど。じゃあパチンコ屋のホールで、あのコインとか玉拾ってやるやつようなもんですよねって言ったらね。いやいや、そこまで悪くない悪くないそれはダメやけど、うん、あのね、釣りの磯釣りの上ではそれが逆に上等手段と。そうですね、現地にあるものを食べてるっていう。なるほどね。じゃあちょっと網で小魚すくいましょうか。ゲンさんぐらいの反射神経でいけるでしょ。そうやね。バカにしてんの。ディスってる。大丈夫信じてますから。ディスられるのに敏感や言うとくけど。ここにおんねや。あっ、魚。ほら、何もない。キラン。
モメの散歩道です。カモメの散歩道。今日から玄の散歩道に変えたるで、これ。あー、消えちゃったね。当たりなしですね。当たらんね。当たりもない。そうや、当たりすらないもんね、魚釣れるところか。とりあえずまあ一旦ちょっとお昼取って、うん、まあ、あの英気を養いましょうと、はいはいはい、ということで。今の釣り場からそこの山を置いたところですね。おお、これ水草。水草ですか。どうも、ね、手で掴みます。手で掴まえてどれぐらいですか。イカ捕まえて5年。厚さん2杯よ。泳いでるのを食べるんだから新鮮だよね。これが内臓です。おお、すごいすごいすごい。さっきまでこうね、泳いでるというか動いてましたからね、生きる。うん、イカって感じですね。うん、なんか変わった味しますね、すごい。あ、これ見せなかった。すごい柔らかくて、うん、美味しいです、美味しいです。いや、これ普通に美味しいですよ、うん。カレーも釣れるときは、うん、運が良ければホッケもカレーも釣れます。そうなんだね。はい、あ、そうなんですか。じゃあそこで釣ったらいいよ。釣れたら実績があるんでしょ。磯じゃないんですよ。磯じゃない。磯じゃないんですよ。そうなの。磯みたいなもんじゃないですか。どういうことですか。磯の延長線上じゃないですか。そこに、さっきまでそこで磯の列釣ったわけでしょ。ああ、まあ、足場がね、いいじゃない、まあ、足場が磯じゃないっていう感じだった。まあ磯釣り修行っていうところではそうなんですかね。いや、でもあれじゃないですか、今回はあれでしょ、座布団を釣るのが目的なわけでしょ。まあまあそうですよね、うん。さあ、ちょっといいじゃないですか、今回ちょっと特別にね。釣れもすぐそこに釣れるところあるんやったら座布団を釣るのは まずそれ大目標なんで。当時の飛行機って言いましたよね。はい、30には立っていかないと間に合わない。ああ、そうですね。もうだから残りどれぐらい。1時間ちょっとです。 OK、 じゃあちょっと特別編ということで、特別編というか、ね、最後ちょっとね、座布団を目指して最後チャンスいただくためにちょっとこの1時間こちらの裏でちょっと釣らせてもらおうと思います。はい、いいですか。はい、よし、頑張ります。ここっすか。ここがマスターの言ってた店の裏のとこ。そうですよ、ですね。ここで彼がこの前釣れたということなんで、座布団めがけて、なんかめっちゃ浮いてない。これ何、これ、それクラゲですね。クラゲか、めっちゃ浮いてるやん。見えます、めっちゃ浮いてるやん。
師匠チャンスでこれ。クラゲ浮いてるとこチャンスでしょ完全に。泡じゃなくて今クラゲ浮いてるからね。大チャンスではないでしょ。大チャンスではないけど、そっからもうこれでしょ、はい、これでしょ。あ、魚群魚群さーでしょ、さーでしょ。もう前触れっすよ、まだ今ここからっす。前兆か。ここから僕があのタッチセンサーじゃないけど、僕があの釣り竿を垂らす、釣り竿をこう振った瞬間、ね、垂らしたらもう魚群がバー、はい、大当たり、座布団、イエーイイエイイエーイって言ったわけでしょ。完璧じゃないですか、完璧な流れじゃないですか。よっしゃ、行こう。マーケンさん、はい、ということでやってきました。ラスト60分勝負ですね。行きますか。またこれ餌に戻してね、餌釣りに戻して、え、結構投げた方がいいですか。そうですね、ヒントしましょう。オッケー、いただきます。ほい、チャンスになればね。いやでもほんまこのね、まあ、パチンコもそうですけども、この残り1時間で、この残り時間が少なくなってきた頃にどんだけドラマが起こってきたか、ね、思い起こせば、まあ、引き戻しみたいなもんですね。津田みたいなもんですよ今ね。ラスト100回転、ここで引けずに、何が海の男や、何が磯釣りチャンピオンじゃっていうね、どこっすよね。お前ですよ、ね、野宿までして、そうやだ、電車で来て、ほんまにこのまま南部線と帰って、うまいだよ。餌はついてる、あ、ね、食われてる、あ、ほんま食われてる、あらら、つまり魚がいるってことですね。それを誘いって言います。誘い、誘い、巻いたりとかちょんちょんってやったりとか。なるほど。あ、餌食われてます。おっと、何これ、何の仕業。あらら、綺麗に今度は上も下もうまいこと針のやつだけ残しよって。これは餌取りですよね。でもね、餌取りですね。こんな賢く取り寄る。ここはまあまあその座布団じゃないんですけど、うん、運が良ければホッケも釣れるそうなんですね。ホッケ釣りたいね。なかなか関西ではね、ホッケは釣られへんから。ホッケ好きよ俺。居酒屋のホッケでしょ好きな。ホッケ嫌いな人いないでしょ基本的に。あれですよ、釣れた時は開いてないですよ言うたけど。あ、それは分かってるよ。分かってますよね。分かってるよ。泳いでは、それは泳いでないとは知ってるけど、切り身で泳いでくれたらいいのにって言ってるやつを僕は知ってます。あ、マジか。一人言ってましたね。とある海女が釣れてんじゃんこれ。これ釣れてないですかこれ。こんな引っかかりっていう感じじゃないっすよ。マジで？これ釣れてないですかこれ。はい、気のせいでした。釣れないね。誰もが諦めかけていたその時、あ、俺の帽子がダメダメ、そんなの逃げたらダメそんなのしゃっかりすることしたらダメよこれで3回目飛んでったらもう俺帽子かぶらないですよ。帽子引退しますよ。ここめっちゃ喧嘩してるすごいな、三つどもえの喧嘩しとったら今ほんま楽しそうに飛び上がって、ほんま一人だけ取り残されてるやん、あいつかわいそうに。まるでゲンさんすなほんまやな、あなたたちらにキャンプ場に取り残された俺みたいな。全然面白くないっす。座布団くださいよ。座布団くださいって。座布団、おもろいこと言うてんから座布団くださいよ。おもろいこと言うてんだから面白くないって言ってるじゃないですか。てなわけでゲンさん
はい、タイムアップ。いいですか。いや、まだ釣れてるかもしれん。どう、釣れてる。よいしょタイムアップ。ノンフィッシュ、ノンフィッシュ、ノンフィッシュ、ノンフィーバー、ノンコテ。いやー、ほんますいませんでした皆さん、はい、いやー、今日ちょっと学んだことないんちゃいます。これちょっと北海道の厳しさと、あと電車で北海道の厳しさと、あれっすよね、パズドラの楽しさと、あとは野宿の厳しさ、野宿の厳しさっていうか、ジャーマニの厳しさっていう感じですよね。それぐらいっす、厳しいことしか何も勉強になってないような気がするんですが、どうなんですかね。一人修行として勉強とかありますか。まあまあ無理に作らなくていいっすね。難しさをほんまに今回は痛感しちゃったということで、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、とりあえず今日は、今回は残念な結果になってしまいましたけどもね、やっぱ調子乗ってた部分があったんじゃないかなと思ったらね、こんな風に釣れない部分もあるということで、釣れない日もあるということでね、努力したからって、10時間かけてきたからって報われるもんじゃないっていうことで、だからこそ難しい、でもだからこそ大きいものが釣れることがあるということでしょうか。今日は残念でしたけども、次はいいね、やってることは間違ってないと思うんで、皆さんがやってくれてるんでね、はい、思うんで、次回は大物を釣れるように頑張りたいと思います。はい、とりあえずまた次回というか、次の配信分はまだホール実践編ということになりますので、また一から次こそはね、ちゃんとホールで出玉を出して、また次なる修行していきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。座布団最後買いましょうか。じゃあ買って座っていきますか。それでそれで落ちていきましょうか、ね、でも帰りも電車なんでしょ。帰りって嘘つくな。違う、帰りは飛行機で帰らせていただきます。それはダメですよ、それはダメです。明日間に合わなくなる、帰れなくなるんで、はい、違う、危ないよ。違う、それはダメよ、それはダメですよ、さすがに。それは約束が違うって、それは。それは違うって。早速ご紹介したいと思います。パチンコ攻略マガジン攻略軍団長、ロペチンさんです。どうも、よっしゃー、どうぞー、パチンコのロペチンです。とりあえず今回は海の愛をかけた対決する。そうですよ、これただの実践じゃないですよ、これ。視聴者プレゼント、毎月抽選で5名様に番組オリジナルステッカーをプレゼント。私ゲンへの応援メッセージを添えて、画面右の番組のお便りはこちらからご応募ください。当選者の発表は毎月5日私ゲンのブログにて発表いたします。どしどしご応募ください。待ってます。